おいっす、キロインです。8月18日、アップデート情報、要点まとめ動画となります。グレイコラボを含む、激アツイベント、要点まとめました。こちら！テルミアンオープン、成長以来、ハドムの領域実装、パル商店新商品多数追加、月笠の破片処理が可能に、激アツイベント、ハッシュ開始となっております。それでは詳細の方、見ていきましょう。まずは、テルミアンについて、ログインしたらですね、クエストの一番上の方にテルミアンに行くっていうのがあると思います。そこから行くか、もしくはベリアの、海辺。ベリアの海辺のこのセラという NPC に話しかけて、ここからテルミアンに行くことができます。テルミアンでは、まあミニゲームやイベント等々あるので、そちらの方をやっていくと。まあそれで報酬をもらっていくっていう感じなんですが、テルミアンのハンマーゲームする際は、ミニマップからテルミアンの海辺ってところに行ってもらいます。で、海辺に来ると、ハンマー台が、そっちか。そっちの方にありますんで、ここから受けてもらうっていう形になってます。そして18日から9月の1週目までのイベント期間中は、テルミアンのこの海辺にて、闇の精霊の表像っていうのが出現するみたいです。これが出るみたい。で、こいつは、まあなんか、殴ることによってダメージを与えて、そのダメージ量が高ければ高いほどいい報酬がもらえるっていうことになるみたいです。毎週の火曜、水曜、木曜、土曜日の21時半らしいので、これもチェックしておきましょう。続いて、ハドムの成長依頼について、これが実装されてますと。で、まあ目的としては、ハドム領域でのプレイをサポートするため、ということらしいです。で、右上の、メニューに新しくニューってついてるのがありますんで、こちらから行けますよと。で、こんな感じで、まあ、なんか、ストーリー的なものを追っていくとともに、報酬が獲得できる。すごいな、普通に、お、すげえ、復旧券に、うま待って、うまいんだけど、めっちゃ。めっちゃうまいんだけど。あれ、めっちゃうまいんだけど、めっちゃうまいんだけど。これ、やばいな。普通になんか、復旧券とか、もらいたいとかしますね。それはえぐい。あ、えぐい。あ、えぐい。絶対チェックしてください、皆さん、これは。これ進めてった方がいいですね。おそらくですけども、これ進めていかなきゃいけないところにも美味しいのが絶対あると思うので、あ、いいね、いいね。近郊の石とかありますね、もちろん。わ。死にやすいしまった。えぐ。マジか。てな感じで、最終的には、深淵水晶。まあ皆さんログインしたら、ひとまずこれをやるという感じになるんじゃないかなと思います。続いて、パール商店新商品多数追加ってことで見ていきます。ブラッパ彫像パック。まあこれはいつもありますねと。欲しい人は、ブラッパ欲しい人はっていう感じ。で、おすすめプレゼント習慣箱。これはまあ、まあ、いいっちゃいいですね。復旧券とかボルクスとか、その辺はまあいいっちゃいいと思うんですけども、まあ、買いたければっていう感じ。はい、来ました。今までの栄光のやつよりも圧倒的にお得なパックが来ました。これは、栄光の証とかがシンプルに1万とか出たりとかする。最大1万、最低で3000。確率は全部、均等ではなく、だいたいこれはそうですね。まあ、出て C とか。って感じか。まあ、今までのやつよりは全然お得なやつ出ましたね。で、2個買うことによってボーナスがさらにもらえるっていう感じになってるやつ。で、ユーモーハドムルーム箱。これはまあ、そうですね。まあ、ハドムの闇セールルーンがメインになってくる気がするんで、この前の VIP カバンであんまいいのゲットできなかったって人は購入の考える必要もあるかもしれないっていうか、購入してもいいかもしれない感じか。で、次。おすすめ1回購入商店ってのが来てます。これ結構マジでおすすめなのがあって、まあ、個人的にピックアップすると、超おすすめ闇の精霊スタート箱。これは、マジでいいと思う。これいいですね。5000円で色々詰まっていて、で、まあ、使うものが多いと思いますんで、これはまあ全然いいんじゃないかなと。復旧券とかも入ってます。で、あとは、お得。討伐推進書パック。これはね、お得。1000円で1万。もうシンプルにお得。これもお得ですね。1000円で、石板2万5000。これもシンプルにお得。
って感じで、まあ、結構ね、お得なやつがあると思いますので、あ、欲しいやつあるなと思ったら、全然買っちゃっていいんじゃないかなって思います。ただこれ、家紋あたり購入1なので、まあ、いつ買っても全然大丈夫な気はします。続いてガチャ。テルミアンガチャってやつが来てます。当たりが技術書箱。まあ、これはね、普通に嬉しいっすよね。カプラスの技術書。1個出ちゃう。最高です。で、確率なんですけども、もちろんめちゃめちゃ低い。技術書は 0.02。まあ、いつもと同じ。ただ、深淵アクセとかは、比較的本当に、普通にゲットできるような確率になってますね。2.1%。まあ、3個とかは 0.04 になったりとかするんですけども、復旧券が入ってるやつですね。このガチャは。個人的に復旧券はマジで嬉しいんで、いいっすね。空の衣装、めちゃめちゃ着ています。マルティロ、カンタービレ、テルミアンって来てます。マルティロはこれ、カッコ村衣装って来てるんですけども、村以外の場所では外見適用は反映されず、衣装合成及び裁断はできないっていうのが村衣装らしいですね。これマルティロ。で、カンタービレ、テルミアン来ておりますと。まあ、多色のやつも来ていますんで、ちょっとチェックしてみますか。一つ。じゃあそうですね。ルプス。はい。ルプスはこんな感じ。来ているんで、ぜひチェックしてみてください。次、変更追加、改善修正コンテンツ、いろいろピックアップして見ていきます。ランキング戦、マスター等級からボーナスマッチが発生しないようになりました。馬8世代の、スキル、空間跳躍、最小時間が60分から50分に変更。そして、領地の生成所にて、黒結晶を生産するときに、ブラックストーン一気に消費できる機能が追加。改善コンテンツで、純度の高い黒結晶を生成する際に、材料として、月傘破片、かけら、使用できるように改善いたしました。ということで、これ、結構でかいかもしれません。処理ができるようになっています。今までね、月傘の処理迷ってたと思うんですけども、これで完全に処理ができるようになりました。続いて、激アツイベント発信開始っていうことで見ていきます。まあ、絶対に知らなきゃいけない重要なイベントのみ紹介していきます。まずはテルミアンミニゲームボーナスミッション。ミニゲームをやることで達成できるミッションがある。これで、パズル。パズルイベントに使用できるパズルピースを獲得できます。そしてこちらがパズルイベント。パズルイベントのあたりは今回一つのみとなっています。なので、まあ迷う必要なくこれを当ててください。続いて夏の思い出スクショイベントってことで、ツイッターで行われてるやつですね。これは夏の思い出、夏らしい一枚を送るという感じになってる。そうするとお好きなクラスのマリーナロマンスがもらえますよと。で、もう一つ、グレイコラボスクショイベントってやつが来ています。グレイコラボ記念の配布物からもらえる、このグレイの、造園物のスクショを送る。キャラクターが写ってるかどうかは別らしいんですけども、それを送ると、なんと、グレイの色紙がもらえるかもしれない。ということで、グレイ好きな人は絶対送ってください。キャンペーン期間は8月18日から31日の23時59分までとなってるらしいです。サイン色紙10名様。いいですね。これはでも、まあ本当に、やる人はぜひ詳細チェックした方がいいかもしれません。間違えるとね、泣いちゃうと思うんで。コメントをつけてのリツイートをしなきゃいけないのか。なるほどね。ぜひやってください。そして、ホットタイムアイテム配布イベントも来ています。こちらはメールボックスの中に入っているものになるので、12時と、19時、前にチェックしてみてください。いろいろホットタイムアイテム、バフアイテム来ています。続いて、グレイフェスタ。これはミッション形式のものになってます。クリアすると、グレイコラボミッション箱ってやつがもらえて、コラボ CD この中に入ってますので、コラボ CD を40個集めると、箱がもらえちゃいますよと。伝説の未確認文様刻印書。これ普通に欲しい人いっぱいいるんじゃないでしょうか。そして最後にグレイ文字収集イベント。これはグレイの文字を集めて、討伐推薦書石板と交換できますよという感じになってる。エリアン、ハドゥム、勇猛の地、ナイトメア、黒い太陽、大砂漠地域。まあ、どこでもフィールド狩りでゲットしましょうということです。ということで、いかがでしたでしょうか。このね、グレイコラボの設置できるやつ。置いて、鑑賞するというボタンを押すと、グレイの音楽が、流れてきますので、ぜひチェックしてみてください。僕はね、著作権の都合上、なんか鑑賞するとまずい気がしますので、
今日はこの辺で終わりたいと思います。この動画がいいなと思った方は高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。毎日夜9時から12時 YouTube ライブの方で配信しておりますので遊びに来てください。配信の方では質問を受け付けております。お気軽にご質問ください。よろしくお願いします。動画投稿の時間は夜20時を目安に投稿しております。ぜひチェックの方よろしくお願いします。そして月曜日はお休みをいただいております。メンテナンス日と被った場合は火曜日が休みとなりますのでよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。